ハラルビジネスのコンサルティング、ハラルジャパン協会。マレーシアのハラル認証 JAKIM とインドネシアのハラル認証 BPJPH の違いが分かりますか？ハラル認証は国際認証ですが、世界統一の基準がなく、基準の違いや輸出対象国によって最適なハラル認証が分かりにくいのです。自分の商品をマレーシア JAKIM 式にしたらいいのか、インドネシア BPJPH 式のハラル認証がいいのか、自分ではなかなか選べないですよね。そんな時はハラルジャパン協会。マレーシアのハラル認証とインドネシアのハラル認証の大きな違いは3つ。1つ目は原材料のトレースが1次原料または2次原料などまで追跡できるか、輸出進出国のバイヤーが求めるハラル認証を取得しているか確認。2つ目は相互認証制度が大きく変わることを正しく理解。まずはマレーシア JAKIM 式の相互認証を取得し、ハラル認証の運用を始める。3つ目はインドネシアへの輸出進出戦略を見極め、タイミングを見てインドネシア BPJPH の認証の直接取得にチャレンジ。 BPJPH は食品飲料が2024年10月より本格運用。当会はマレーシアのハラル認証とインドネシアのハラル認証の違いも含め、ハラル認証機関団体選定からお手伝いいたしますので安心です。ハラルジャパン協会ではハラル認証コンサルティング160社超、社員研修650社以上、地方自治体大手法人も利用する業界ナンバーワンの信頼と実績。マレーシア、インドネシアへの輸出から工場建設や OEM 工場のセッティングまで、戦術と戦略のご提案も行います。ハラルビジネスでお困りの方は今すぐお問い合わせください。